半径80センチが憧れのどのくらい今かな振り回しますので離れていてください。どこの悪いことが楽しいかこのままでいたからどんな悪いことを続けてたら怒鳴り方を忘れていた。周りの仲間たちが自分より上手く回れるのを仕方ないと一言つぶやいて諦めたふりをしていた。回ることも楽しいからこのままでいたから空回ることを続けてたら報われると信じていた。周りの仲間たちは自分より高く回れるから下から眺めるのは首が痛いと拗ねたふりをしていた。